自分らええかげんしや。やっぱ怒られた。ほんまに遊佐さん、遊佐さん俺の代弁者。いやいやいや、そうでしょそうでしょう。朗読劇こんな押すことある？この後コーナーもあるし、アーティストも歌います。なあ、全部言っちゃったよ。いやいや、いやいや、聞いて、聞こえてる？おい、なんや、あと出てへん声優いっぱい出てきたの。いやいや、書かれてありました、大輔がいっぱい出てきた。大輔がいっぱい出てきた。うん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 。なんで悪びれて、ね、なんでお前悪びれてへんねん、一つも。続いてコーナーいきますか。いいですか、次になんか視界が変わってしまった。お前、ええかげんせえ。答えみんなボケ。もうダメだ、わしとだけ先取りじゃん。ええか、次の何らかのクイズ的なコーナーの問題数が非常に短い、もしくはものすごいテンポが速い、全部君らのせいですからね。わかりましたね。おーい安静してください、遊佐さんだけは全然大丈夫です。転換、転換 OK です、転換 OK です。あれ俺もでしょ。